では行きましょう。レノファ山口 FC 今シーズン442を採用しています。前節から1人メンバー入れ替えました。ゴールキーパー関、ディフェンス4バック前平瀬、キムボムヨン、シンボ、ダブルボランチは田辺と佐藤、右に古巣対戦吉岡正和、左は川野、そして2トップ山本俊介、若月と入っています。山本はリーグ戦初先発、サブのメンバーにはカップ戦活躍したメンバーも入っています。そしてこちらがアウェーのヴィファーレン長崎のスターティングメンバー、こちらもメンバーを1人入れ替えています。ゴールキーパーは原田、ディフェンス4バック飯尾、新井、田中、そして米田が入っています。アンカーポジションに秋野、インサイドハーフに加藤勝、マテウス・ジェズス、そして前線は増山、エジカルジュニオ、そしてマルコス・ギレルメが今日は初先発です。そのあたりが大事になってくるかもしれません。関が蹴って飯尾が競る、ホイッスルはならず、ピッチはちょっとスリッピーになっているかもしれません。川野、川野だ、出てきた、川野コーナー狙った、いきなり強烈なシュートを打っていきました川野。はい、ここでちょっと若月選手が縦に流れたことで長崎のディフェンス陣はそのスルーパスに対してね、引いたところを見逃さずうまくシュート、惜しかったですね。はい、マテウスから左、米田、さあここの戦い、あ、激しいボール争いは、まあ、ここは笛はならず、マテウス、マテウス、マテウスが踏んだ、突き刺しました、先制ヴィファーレン長崎、マテウス・ジェズス、リーグ戦今シーズン初ゴールです。いやー、豪快に決めてきましたね。でしたカップ戦では2ゴール、リーグ戦でも今シーズン初ゴールマークです。仕掛けてる中、もうマテウスだ、ボックス内、またマテウス落としてから左足のシュート、最後は秋野弘樹狙っていきました。まあ、かなりそうですね、マテウス選手起点にチャンス作ってますよね。今度は山口、それを見せつけることができるかです。吉岡下げて前、高行、なんとか足を伸ばして佐藤健介、裏を狙っていって、さあ中田どうか、入ってきた、若月が行く、ここはよく逃げずに戦いました原田。いや、面白いボールでしたよね。はい、回収してサイドを変えます。飯尾のクロス、マテウス触る、エジガルジュニオ競る、エジガルジュニオ、エジガルジュニオ、ナイスキーパー。いやー、強かったですね、はい、今もね、結構ああいう上に中途半端に浮いたボールってクリアしにくいので、それに対してエジガル選手もね、体の入れ方、フィニッシュまでありましたけど、田辺のプレッシャーをかいくぐって前線、松山もいましたが、ちょっと選手同士交錯したか。クリアボール、もう一度長崎、増山、股を狙った、増山だ、増山サイド買いに行ったんですが、触ってそのセカンドボール、左足のシュート、ナイスキーパー、セカンドボール詰めていく、イジガルジュニオ、マルコス・ギレルメの強烈なショット、関がシュートストップ。最後も大事ですかね、セカンド守備が行ってたことで、はい、広瀬選手ですか ね、 行ってたことで、まあ、枠に打つのは難しくなったというシーンですけれども、前高行は高い位置を取ってます。吉岡立てつけて前高行ダイレクトで上げる、流れてボレーシュート、間のシュート、いい形でフィニッシュまで持っていきました。そうですね、前選手が斜め奥取って、はい、キッカー池上です。池上のキックニアサイド、川野、前高行、前高行、左足、クロスバーの上でした。ただ前向いて平瀬プレーを続けます。吉岡が入れてきた、シルビオジュニオール新聞限りのシュート、サイドネットが揺れました。長崎の方もね、最後ファーサイドはコース切ってたので、新聞選手としては当たらないように打ったら、まあ、あのコースしかなかったのかなという感じでしたよね、はい、今シーズン群馬から加入をしている加藤純也、シンボから上げたボール、
先手池上、池上ジョージ。いや最初の攻防のところでも飯尾選手いい対応したんじゃないですかね、はい、マルコスも中にはいる。マイナス方向のボール、末永が触る。セカンドボール、山田もいましたが、山口ボール、前高行きから平野です。投手のスイッチ、おー強打落ちない。さあマルコスさん、ドリブルでいく、ドリブルでいく、どうするか、右足で狙った。パスを欲しがっていましたが、少しでもチャンスを作りたい山口。間、ここで上げた、中、跳ね返した荒井一樹、ここで試合終了の笛です。長崎リーグ戦連勝、最後まで山口攻め込みましたけれども得点は奪えず。ビバーレン長崎、これでカップ戦含めて公式戦3連勝、大きな大きな得点、勝ち点をここアウェーの地で積み上げました。